パレスチナ・ガザ地区での死者が7000人を超えたとパレスチナ側が伝える中、イスラエルと国境を接するヨルダンでは反イスラエルデモが相次いでいます。ヨルダンのイスラエル大使館の近くでは連日イスラエルへの抗議デモが開かれています。路上ではパレスチナの旗が売られています。パレスチナ系の住民が7割近くを占めるヨルダンでは26日、イスラエル大使館の周辺に数百人が集まり、パレスチナはアラブ国家だ、イスラエル大使館も追い出せなどと声を上げました。Unfortunately, they are paying the cost of this war. パレスチナ当局は26日、ガザ地区での死者が7000人を超え、うち2913人が子供だと発表しました。ヨルダンでは27日にも大規模なデモが予定されています。